のあのメモリークローバー第48ページ目、本日も素敵なページを綴っていきましょう。よっ、いやー来たね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、何回ですか？48回。いや、そうです、48回でございます。はい、はい、ね、皆様のおかげで48回も続けられました。こちら、はい、ありがとうございます。6の倍数です。はい、何の倍数？6の倍数。6の倍数結構いけるぞ。48、結構いけるよ。4もいけるし、3もいけるぞ、8もいけるぞ。というわけで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで音痴しましょう。はい、もう今日はやっぱりもう最初は喋ることは一つでございますけどもね。はい、はい、こちらでございます。はい、おいでみんな。さあさあ、おいでおいで。はい、さあマルテルちゃん挟めるか、この音痴の波、このビッグウェーブに。あーいかーしたー。危ない、みんなスクショしろ、スクショスクショしろ。危ない、フレドワーが揃ったぞ、スクショしろ入ってくるところだった。危ない、どうしようかな、どうしようかなって思ってたらさ、もうやれやれって言うからさ、あれって言って、あれって、あれって、あれ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 とは何かありますね、ということなんですけど、はい、なんと、はい、来ましたよ。はい、アドベントゼロ発売されました。はい、お待ちどう、お待ちどうさまでした。どんどんパフパフ、どうせ聞こえてないんだろうな。聞こえてない、うん、ありがとう、ありがとうございます。おさばくありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。はい、アルバム告知したのが12月の27日だったわけなんです。そうですね、そこからも約2ヶ月、うん、約2ヶ月、はい、てか早くね、早かったね、むしろ早かったね、タイガーめちゃめちゃ早かった ね、うん、はい、ね、2月1日、本日発売に こぎつけることができました。できました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お茶ちゃんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、うさみママいらっしゃいます。あ、いらっしゃる、いる、うん、あ、うさみママも本当にありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと LINE しといたから、うん、この度は発売しました。この度は、はい、お世話になりました。はい、バンバン売ってくださいって書いてきました。はい、まあバンバン、まもちろんここにいる皆さんは買ってくれましたよね。くれましたか？どうかな、何か何かなんかこうお手に取ったよって人と、まあ、うん、いいよ、なんかこれからちょっとお手に取る予定ようなんて人をちょっと教えてくれると嬉しいでございます。嬉しいでございます。たくさんありがとう。ありがとう。よかった、1枚も売れなかったらどうしようかと思った。それはそれで悲しすぎるやろ。そんなわけない。そんなわけないっつって、はい、あー、よかった、うん、ありがとうございます。ちょくちょくね、もうなんか注文しましたよみたいな報告はツイッターでね、本当にそういっぱい送っていただけてありがとうございます。はい、はいはい、皆さん本当に3枚ずつ買ってください。よろしくお願いします。、うん、いや4枚ずつ。何用ですか、うん、何用ですか。保存用、保管用、鑑賞用ですね、うん、おー、うん、おー、いいですね、うん、うん、はい、もう一枚、もう一枚は、え、もう一枚は、もう一枚、4枚って言って、あ、4枚は、あと、もう、ね、もう一個はあれ、宣伝用。あ、宣伝よ。そう、あ、なるほどね。バイスに持ってくる、うんうん、つまり、ね、まず見るでしょ、うん、それから、保管するでしょ、あ、保管します、またこう、はい、まあ、見る、うん、はいはい、うん、そして人に渡すってことには聞けない。聞け、保存と保管違う。保存と保管違う、うん、そう、違うんです、保存と保管は。聞けよ。聞け、はい、聞くんじゃ、はい、あのですね、これ、うん、あの缶バッジがついているので、はい、4枚買ったら全種類揃う幸運な人がいるかもしれないよっていうね。幸運、響いてゴン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 ということで、はい、4枚揃え、4枚揃えて、じゃあ 4枚ね、カマッチを揃えてくれれば嬉しいでございますが、はい、一応発売開始と同時にですね、あのクロスフェードを YouTube の方に上げましたので、はい、そちらの方も見てくださったかしらね。見てくださいましたでしょうか。見ましたか、うん、まああれがあればね、あ、こんなのが入ってるんだってポチりやすいと思ったので、うんうんうん、同時にね投稿したわけですけども、はい、はいね、タイトル未定の曲もこのタイミングで公開になったということで、はい、公開になりましたね。公開になりました。やったね、うん、こちらですね、はい、あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。まあ、あのトラック2のね、アドベントクローバーか、はい、まあ、アドベント0ってタイトルだったんですねっていうさ、うん、その最初のインストがね、うんうんうん、はい、でアドベントクローバーもね、リミックスバージョンがちょっとだけ聞けるということで、はい、はいはい、そして、はい、もう今の話を聞いて気になった人はもうこちらのページに飛んで購入ボタンを押しましょう。あら、便利ですね。こちらに飛んで購入ボタンを押しましょう。押しましょう、はい、試しに押してみよう、うん、試しに押してみよう。試しに押してみないことにやっぱ道って開けない、うん、そうなんですね、はい、そして、うん、はい、それと同時に、うん、グッズも発売されたよということで、はい、グッズも発売されましたので、ね、こちら、ね、缶バッジとアクリルスタンドが出ております。はい、はい、
こちらの缶バッジはまずランダムなんですけども、うん、種類がたくさんあります。全部揃えるとなると大変なので、はい、とりあえずいっぱい買いましょう、うん、はい、12種類揃えるとですね、あの天高くね竜が出てきて何でも一つ願いを叶えてくれるっていう噂なんですよ、うん、シェンロン、うん、そう願いを言え、はい、クレノアバッジでアニメ始まるの。そうなんです、うん、そう12個揃えると僕が浮かび上がってくるんで12個揃えた人は僕に教えていただければ、あの、うん、最近実写で受肉したあなたですか。あ、そうですそうです、うん、昨日受肉したんだよ、うん、受肉、お前の受肉はダメなんだよ受肉はまずい、うん、お前今までサーバントだったのかな、うん、そうだったね。シュルちゃんと丸口はね、あの、まあ、手で上半身がちょっと横に動かせる程度だと思うんですけど、僕はもう、うん、腕まで全部動かせる。アップで早いな、ね、アップで早い。最初からガチガチじゃん。良さをつぎ込んだので、もう、いや、でも俺のに関してはあれだよ、うまきら打てるからね、マジで、うん、公式がママみたいなとか。そうだよ、俺のうまきら打てるから、公式がママなんですけど、うん、そう、本当に右は 3D にすごい集中してんだな、この右2人は、ね、3D にすごく固執してる。僕も 3D ですよ。いやだ、俺らね、右2人は 3D です、ね。まあ、というような感じで、まあ、今回のアドベントゼロなんですけれども、はい、まあ、YouTube とかでね公開している、あの、まあ、約束のウィンクルームだったりリユニゾンだったりというような、ね、はい、曲も入っていながら、まあ、1曲目のねアドベントゼロ、こちらのインストのトラックになるんですけれども、アドベントゼロと。で、今回のアルバム用に、我々の初めての曲のアドベントクローバーを、はいはい、まあ、完全リミックスバージョンということで、うん、入れさせていただきまして、ね、あとは、今回はヒレフセという、こちらもね、あの、ママと、ママにね、また作曲をしていただき、そしてね、はい、おしゃけが作詞を担当している楽曲になっております。側を作ってたんですね。はい。そうでございます。何でもかんでも VTuber になってます。ヒレフセ、はい。ヒレフセもちょっと聞けるのでね。うん。ママですよ、はい、ママありがとう。うん、はい、ほんで、まあ、今回ヌールという、まあ、インストのトラックから、今回のアドベントゼロ用に書き下ろしたホローという曲がね入っておりますのでね、はい、クロスフェードの方とかもね聴きつつ、アルバムの方ぜひ手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします、はいはい、あと、まあ、クロスフェードは本当に最後の最後までちゃんと見るとねいい情報が、うん、あ、いい情報があります、はい、かもしれません、かもしれない、はい、そうそうかーも、切れないかー、それは振ってないんだよ、それは振ってないんだよ、オズワルドじゃねえか、かもしれないので、はい、はい、よろしくお願いします。それから1個告知をねして忘れたんですけど、こちらがねアクスタです。これはあのランダムではないので、はい、ランダムではないので1個ずつ買いましょう、よろしくお願いいたします。はい、はい、よく並べるとめちゃめちゃ可愛いと思います。そうですね、もうシルクリ、シャケン、ガンでね4人揃えてもらってもいいですし、まあまあシャケ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 で揃えてもらってもいいですし、なんで5人いるんだよ、あの、なんだよな、シルグリグリスタとかでもまあ、そっとミュートするかもしれないけど僕はそっとその人のアカウントミュートする可能性がありますが、それでもまあ僕はもうお手に取ってもらえただけで、うん、ハッピーなんで、ハッピーハッピーハッピーね、ハッピーでございますので皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、そんな感じでしてね、はい、本日のこのね、うん、発売されましたものの、ね、告知等はこんな感じになっております。はい、はい、皆さんぜひぜひクオリティは保証いたしますので。はい、お手に取ってくださいまし、はい、うん、お、ココロちゃんお手に取ってくださいまし、やばいですね渋いのいただきました渋いのいただきました、雑ぎた、雑ぎた、やばそう本当にやばそう、いや本当にやばそう本当にやばそう、うん、やめてくれ、やばりぬ、やばりぬ、やばりぬ、裏でやってから今な、やばりぬ、裏番組、裏番組の話をねしちゃう、裏番組、裏番組、ね、気になってしょうがないけど、でも、うん、そうですね、それは我々もね、もうちゃんと23時でガチ更新かかったら無料10円引くんで、ね、ちゃんとちゃんと聞いてないで、ね、じゃあ俺もね、じゃあちゃんと待機してるんで、それはもう、はい、うん、石もちゃんと7万8000個用意したんで大丈夫です、あ、大丈夫ですね、やば、はい、じゃあまあそんなわけで、はい、やっていきましょうか、はい、はい、お願いします、よろしくお願いします、はい。これどうしよっか、じゃあおしゃけ言う、コールやります、あ、やってくれる、うん、おしゃけ、うん、ここやりますか、うん、それでは次の企画に移りたいと思います、はい、しゃけみ企画、回答かぶっちゃダメよクイズー、イエーイ、やっ、パフパフドン、聞こえた、聞こえてない、聞こえてないかい、聞こえてない、グッてしたのにもうダメよ、なんで壊れちゃったの、なんか壊れちゃったんかな、なんで、まあ、昨日もあれだったもんね、なんか聞こえなかったもんね、もう完全に僕の拍手だけが鳴り響いて、うん、アナログなパチ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 というわけで、本日はですね、はい、あのメモリークローバーね、あの、お便り会企画、お便り企画会と、うん、各週でやっておりますが、はい、本日は企画会でございます、はい、で私がね、はい、企画を持ってきましたので、はい、
ね、この3人にやってもらいましょう、はい、ということです。はい、私はゲームマスターということでね、はい、本日の企画は回答かぶっちゃダメよクイズでございます。はい、というわけで画像を出せばいいですか。はい、画像を用意しました。私はいきますよ、ダダン、お願いします。もろもろちょっと出してもろ回答かぶっちゃダメよっていうこのタイトルに俺らのディスコードのアイコンがかぶるとバカ、あーかぶってるやん、もうあーかぶってる、まあ、まあええけども別にかぶってるが、はい、用意しました、うん、じゃあちょっと画面の設定とかあんのかな、サンちゃんは。いや、もう出てるよ。あ、もう出てる、うん、じゃあちょっとちっちゃくしとくわ、ディスコードの、うん、ちっちゃすぎやろ、これ、ええ、何もわからん、それもなくていいやつうん、いや、ちょっと置いとくわ、ね、それもなくていいやつ、かぶってるからな、正直、うん、わかった、うん、じゃあ回答かぶっちゃダメよクイズのルールを説明したいと思います。はいはいはい、まあ、僕が今から3人にですね、はい、クイズを出します。はい、まあ、以前に皆さん覚えてますかね、逆維新伝心ゲームっていうのをしましたね、うんうんうん、リスナーの皆さんも覚えているでしょうか、うん、まあ、問題が出て前やった時は4人で回答して誰とも被ってなかったら得点が入るよというようなゲームをしました前ね、はい、あの青い食べ物といえばで僕はブルーベリー、ブルーベリーでお前それ青じゃないやろかい、紫みたいな感じで毒の沼地になったりとしましたけども、うん、まあ、今回のルールは僕はゲームマスター3人が答えてもらうと、うん、僕は問題を用意してきました。なるほど、3人がまず答えます。はい、で正解したら2点入りますと。うん、ただ3人が回答した時に問題、その3人の回答が被ってたら、3人中、はい、じゃあ例えば2人被ってたらその2人は0点です。はい、はい、で普通にクイズに間違ってても0点です。うん、うん、で3人が回答をオープンした後、僕が、うん、あらかじめもう決めておいた NG 回答をオープンします、はい、うん、NG 回答嘘くさい反応ってねNG 回答をやっちゃいたいと思います。はい、はいはい、NG 回答を、あれちょっとパソコンが固まる、危ない大丈夫だよな、 OK、 パソコンが固まったの、うん、え、なんかね、うん、デスクトップが真っ黒になってる。嘘、今今なってるの問題が開けない。待機してくれるじゃん。画像のあれ開こうとした時今。あ、そうだ、ね、あ、時間経てば多分開くかも、それは。あ、ほんと、うん、あの、すべてのね、回答をもうあらかじめ決めておいたメモ帳が開けないっていう。うわぁ、まあ、大丈夫や、覚えてるから。覚えとんのかい、覚えてんの、やる気がすげえ、うん、すげえな、大丈夫、待って、オッケー、大丈夫です。はい、そう、僕があらかじめ、考えておいた NG 回答と被った場合、なんと、うん、点がマイナスとなってしまいます。マイナス、そう、マイナス、ね、得点する方が難しい。そう、だからちょっと正解したら2点あげるっていう感じになってます。はいはい、まあ、ルールは本当に これだけです、はい、うん、これだけ、まあ、至極ね、単純な、至極単純、うんうんうん、はい、まあ、一番下のとりあえず回答者3人で結託して答えのなしって書いてあるけど、まあ、それはね、まあ、3人、うん、3人ね、なんかこう点を取りに行ったりとか、うんうん、一応書いておきました、うん、はい、了解です。というわけで、じゃあベベ、ディスコード画面、そして、うん、ポイントの画面、うん、よし、 ありがとうございます。はい、全部かぶせていくというね、うん、ああ、もうよ、うん、大丈夫大丈夫、すべてかぶせていきます、ね、これ、あ、これフレーム、僕ちょっと顔出し NG なんで、うん、もっと隠せただったら、うん、もう昨日完全に無加工の動画とかで配信してたの、うん、何が顔出し NG ね、はい、誰よりもさらけ出してる。はい、大丈夫かな。はい、それじゃあ始めていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かぶっちゃダメよクイズ、イエーイ、今日鳴らせます、どんどんパフパフ、どんどんパフパフ、鳴ってない、鳴ってないんかい、うん、じゃあいくよ、第1問、第1問、はい、でねデレン、ドドン問題1、スポーツを1つ答えてください。だいぶざっくりしてんな、ね、まあ1問目なんでねすごいざっくりしてんね。まあ、そのあれですよ、そのだんだんとね、うん、だんだんとこう狭まっていきますから答えが。なるほどね、最初はもう、まあ、前回答えてください、もうこれはもう自由にどうぞ。はい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 、絶対被んないの、いくわ、うん、絶対被んないやつね。うん、でも僕が用意してる NG 回とか、もしかしたらもうこれは絶対に被らんだろうって予想してるやつを殺しに行く回とかマジあるけど分かんない、それとももう本当にオーソドックスなメジャー、いやーちょっと僕の性格も読んでもらって、まあ、あとは他の回答者の、うん、性格もちょっと読んでもらって、かぶ、うん、ったらダメなんもんね、かぶったらダメです、もう単純単純単純、みんなとかぶっちゃいけないし、お酒ともかぶっちゃいけないですよね、うん、そうです。あ、そっか、全員ともダメなのか、全員ともダメです、うん、ダメダメだから得点が難しい、なるほど、
そう、日頃のチームワークの悪さがね試されるところだからこれ。そう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 。うん。はい。オッケー。あ、3人とも大丈夫ですか？大丈夫です。絶対かぶんねば。じゃあそれでは。はい。じゃあ僕はオープンって言ったらオープンしまてくださいね。はい。いきます。はい。回答オープン。はい。お。というわけで。おお、かぶんなかった。うん、これがね。放送画面がね、僕あのパンダで見えてないんだよね。あ、そうなの、これフレームつけてるんか。ちょっとパンダパンダパンダで見えてないんだよね。ちょっとお待ちくださいね。はい。パンダこれどうやって消すのこれ。フレーム画面を一回、あ、アイテムを表示するっていうところをポチって押したら消えたわ。こっち、うん、これでもあれかな、見てる側がおのおの消さないとあれかな。一回画面の上の方タップすると消えます。パソコン版の俺無事消えない。パソコン版は消えないわ。スマホは消える。でもみんな見えてる。でもうち消えたよ。どう消えたんじゃないこれで。どうですか、更新しよう。消えました。パソコンが見えないだけかな。まあ、なんか設定開いてアイテムを表示するチェック外す。あ、消えた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 。あ、俺消した。うん、あら、どう、あ、消した、サンちゃんが消した。あ、じゃあそれでいったかも。全く気づかなかったパンダフレーム。おい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 、うん、大丈夫でした。じゃあ見えてるねみんなね。はい、見えてます。はい、じゃあ上からシルバーナが、アルティメット、はい、アルグルちゃんが卓球、サンちゃんが剣道ということで、うん、はい、あ、じゃあ3人とも大丈夫です、うん、大丈夫ですか？大丈夫です。アルティメット知ってます？アルティメット名前だけ知ってる。知ってます？なんだっけアルティメットって。フリスビーを買った競技です。アルティメット、はい、これアルティメット、はい、クイズの口知識です。クイズの口知識。そうだ、強いんだその辺。はい、クイズの口、いいねいいね。アルティメットってなんだよ。まあ卓球も問題ないし、まあ剣道も、うん、まあ問題ないか、これスポーツですね、うん、ルールがあるから。アルティメット体育でタイムでやってろ。そんなことあります？授業でやって、嘘。マジで？一回もないよ。こんなに浸透してたの？そう、すげえな。体育で一回も聞いたことないけど。え、すごい。ああ、じゃあみんな体育でやってるということで、ね、うん、かなりメジャーな競技だったねじゃあ。はい。メジャーな競技だったんよ。カバディとどっちがメジャーなんだろう。カバディじゃないっすか？それカバディか。うん。うん、なんか誰も知らないスポーツでめちゃめちゃ有名じゃない、カバディ。カバディ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 って言うことだけでね、あれは。そうそうそう。いや、僕カバディルール知ってるんだけど。あ、そうか。僕がルール知ってる。カバディの。え、じゃあこれは全員、まあまだです、まだです。え、あ、そうだ、 NG 回答がある。これね、僕がオープンしてかぶってたら、うん、その人だけマイナス1点。はい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 。2点入らず、はい、さあそれじゃあシャケミの回答オープン。ドン。ゲートボール成功です。3人、おじいちゃん、おーゲおじいちゃん、コタコ2点やな、全員全員2点です。イエイエイエイ、おーいいので、まあ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 、まあ、素晴らしいね、まあまあまあ、最初前の放送で誰かさスポーツでゲートボールって言ってなかったっけ。いや、明日スタンちゃんがゲートボールで勝ったんだよ。そう、そうだから、うん、なんか被せてくるかなってちょっと思った。なるほどね。今回も被せてくるかなって。いやいや、さすがにね、うん、AB 型そういうとこあるから、うん、天丼してくるかなと思って。いやいやいや、シルちゃんあたりが天丼してくる可能性が。あ、ありえるね、お笑い好きだから天丼してくる。じゃあ2問目いきましょう。次に行きましょうね。はい、行きましょう。じゃあ2問目をどうぞ。お願いします。お願いします。じゃあ、問題に、ドラえもんの秘密道具を一つ答えてください。おー、ドラえもんの秘密道具。これも広いですね。ドラえもん相当広いね。もう知識があれば無限だからね、これも。ドラえもんはでもそんな知らんのよ。俺はめちゃくちゃ知識ある正直。ドラえもん？うん。マジ？めっちゃある。ドラえもんの技術で散々有名なやつしか知らんよ、マジ。いやー待ってね、これあれしょ、2人ともむずいな、ちょっとこれ。あ、そう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 、うん、でもうちら潔白するのは無しだから、うん、うん、もうこれ以上は言わないけど、でもそうだな、私はまあマジ3つ4つでしか知らないかもしれない。まあメジャーどころかな。結構2問目からハードですね。あ、ハードか、これこれハードなの。ハードだよね、私は。まあまあハードか、ハードっていうか、うん、ハードではないだと言うてしまえば、だって100個以上は多分あるでしょ、うん、いやで、うんうんうん、よし、あえてうん、よし、じゃああえて、うん、あえてだね、うん、まあまあまあ、もうほんとそういう言い方をしたんで、これでいきます。 OK、 じゃあ3人とも書いたね。はい、うん、それでは、はい、3人答えをオープン。ドドンドドン。おお、攻めたね、かぶってない。攻めたね攻めたね、だから知らないからさ。シルバーナがどこでもドア、
ボタンちゃんがタケコプター、マルグリちゃんが翻訳こんにゃくということで、おお3つともあるわ、あるある、うんうん、すごいメジャーどころだな突然上2つマジドラえもんといえばみたいなんじゃん、もう危ねえマジドラえもんといえばこの2つだからまずね、さあこれで俺一番外れてんの面白すぎだろ確かに、さあじゃあ僕は NG 回答をオープンします、はい、それでは僕の NG 回答こちらです、翻訳こんにゃくお願いよ、ふざけんなよ、いやいやいや、なんで俺なんだよ切れすぎだ、切れすぎやな怖い、うん、なんでここいや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 、でもなんかねこういうひねくれたとこ絶対やってくると、ちょっとねだから逆に安心してたのよ、うん、あのひねくれるかなと思って、マルグリちゃんのキレゲーがここ最近レベルアップしすぎてキレゲーキレゲーおもろいよな、マジキレゲーおもろい、うん、え、じゃあマイナスってことかな、うん、というわけでシルバーナガとスタンちゃんが2点で、マルグリちゃんがマイナス1点です、よっシルバーナガ4、スタンガンが4あ、どっか行っちゃったんだけど、またマルグリちゃんか、あら、じゃあマルグリちゃんが1点です、あーいや、早いな、マイナス1点だから1点でいいんでね、1点、うん、決まりぐちゃんが1点だよ、うん、そうおい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 、いやでも僕翻訳こんにゃく言いそうじゃない、いや言いそうだから避けたんよ、だから、ね、だからなんていうの、問題1で言うところもすごいゲートボールポジションだね、うん、そう翻訳こんにゃく、翻訳こんにゃくってそんなか、うん、俺はちょっと桃太郎印とか行こうと思ったもんだって、危ねえって思って、何それ、うん、僕は翻訳こんにゃくか嘘8OO か、嘘 8OO はマジね本当にそれもありそうだと思ったよ正直ね、嘘8OO大好きなんだよ、僕が君に勝てないとドラえもんが未来の世界に帰れないんだってですね、あ、うん、泣きそうあ、わていいなぁ、もう任してほしい、ドラゴンボールとドラえもんはもうね、なんでも来いだから、ほんと一番いい話で、はいはい、というわけで、まあまだ2問目なんで大丈夫ですよ、はい、はい、じゃあ3点差出んのやべえな、これ3点差やべえ、いや、結構だね、うん、さあ、問題3いきましょう、いきますね、はい、ドドンドドン、お願いします、はい、ディズニーのキャラクター、ディズニーキャラクター、うわ、なんかこれもうすでに俺怖えぞこの辺も、まあ広いっちゃ広い、私ディズニー好きよ、おおおお、うん、この辺かな、探ってもろて、ディズニー好きよ、まあ、ディズニーはね結構みんなね好きなんじゃないかな、うん、好きよ、うん、マニアックなやつ いっちゃうかもよ、おおおお、俺はもういいディズニーといえばこのキャラっていうのが自分の中で決まってんだよ、うん、おまあ、まあそういうのに身を任せるのもね、うん、いいかもしれないですね、めっちゃマイナーなのかな、ディズニー、ちょっと待ってね、いやあ、シャケさんがどこまで知ってるかにもよる、確かにな、うん、そんな、うん、どこをつけるか、うん、いや、あえて、うん、あえてね、あえて、ずっとあえてじゃん、いやもうだってさだってさそうじゃんだって、うん、あ、そうね、あ、大丈夫3人とも、はい、いけますか、もういけるね、OK、絶対誰も知らない、それでは、はい、お三方回答をオープン、はい、オープン、どどん、よし、いや知ってるよっつんだよメジャーかよ、うん、あれとかで来るかと思ったもの全然、うん、ジミニークリケットとかそういうので来るかと思ったもん、ね、うん、ダクテイルとか、ね、ちっちゃいやつね、うん、全然有名、うん、ダクテイルって言ったから、うん、真摯みたいな、え、何、なんか全然マニアックじゃない、うん、いやスタンちゃんがグーフィー、うんうん、シルバーナがクマのプーさん、うん、まあ、ウィニーザプー、うん、でマルグちゃんがスティッチ、いや、うん、絶対に変なの来るから、うんこんなメジャーな問題作ってんだからひねってくるだろ、どう考えても、うんうん、そうだからやっぱこうね、逆に良かったこれ、うん、なんとですね、うん、3人の中にかぶってる人がいます、え、うん、吐きそうそれでは回答マジさかぶってる人がいます、なん誰だ、いや待って、この3つはなんか書きそうじゃん俺全部いや書かないよ、全部書きそうじゃん、うん、僕他に行くいきますよ、じゃあ、うん、はい、オープン、グーフィーあー、スタンちゃんかぶりです、キャンちゃんかぶりです、ようこそようこそディズニーランドです、あー、書かなくないね、ここもうキングダムハーツとかのそういうの絶対チョイスせんやん、ね、ここはあえてメジャーどころにしてみた、うざここはあえての、え、うざ、うん、でもね、この3人の回答全部ね、うん、あの、迷った候補だ、あ、そう、うん、行くか、クマのプーさん、いや、プーさんだって名前の語源だし、僕あうるせえ
めちゃくちゃうるさくて草シャケミーのミー部分あれだからもうプーさんから語源あるんだ。そうだ、ワンチャンありだけど、そうじゃん、逆にそこ外すかと思って。あ、なるほどね。うわ、ぶら。逆に誰も帰ってこないと思ったら帰ってきた。ちょっと3人とも危ないですよ、だから、ね、危ない3人とも危ないよ、全然僕書こうかなってしてたやつの。あ、そっか、そうなんや、ね、なんかもうこれちょっと嫌だな、なんかこれすでに、すでに思考がなんかすげえなんかこう惑わされるもんだって。なんかどれ、どれ言ったらいいの、裏書きすぎると痛い目見るかもしれない、うん、確かにね、確かに。じゃあいきますか、問題4、問題4、はい、ドゥルンドゥルン、どんどんいきましょう。うん、ちょっと心理戦なんですよこれ。問題4、2020年に投稿されたボカロ曲を1曲答えます。ああ、2000年の曲だった、去年ですね。去年か。去年ですね。え、これ、見たらダメだよね。まあ、見たらダメですね。見たらダメだよね。え、ちょっと待ってね、2020年でしょ。見たらダメですね。2020年ですね。いや、待って、やばいやばいやばい、全然、やい、もう、そんな流れでは来ない。うん、絶対来ない。うん、待って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 。そうかもしれない。この辺からこの流れかなみたいな。待って、出てこ出てこ、いや待って、これまあ君たち結構投稿してるからね。そう、だからこの問題でも大丈夫かなと思って。あー、いやだいぶ被ってんだよな俺。俺だいぶ被ってんだよ。かけるわ、かけ、まあ、思い浮かんだの書いてさ、あーもう崖の話だから、うん、そうそうそう、うん、まあこれは被りそう、まあ被りそうだな。ここちょっとあえてぶっこんでいくか。そうだね、そう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 、もう逆にそっちの方が安全まである。ああああ、俺らが逃げるんじゃない、俺がぶっこん、うん。NG 回答も変えさせる勢いでもうぶっ込むから。これめっちゃおもろいな。ほんま出てこん。いいよ、いいよ、もうこれでいくわ。3人とも書いたかな。はい。書いたかな。はい。じゃあそれではお三方、はい、回答オープン。ドドン。はい。ドン。うわ、そこ危な。いや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 、ぶっ込むね。危ねえ。いやいや、ぶっ込むね、これは。丸ぐるちゃんが100奇祭、うんうんうん、でさんちゃんがキング、うん、あのカナリアさんが続く、うん、危ない危ない危ない、なんでだよ、危ないね。ああ、シルバーナ、シルバーナがダーリンダンスですね、はいはい、3人とも2020年の曲だねこれは、うん、大丈夫です、うん、あ、ちょっと、まあキングがまあ小文字ですけど、まあこれは全然大いいでしょう。これはもういい、まあ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 、お兄さん許して、うん、お兄さん許して、キング壊れる。予測変換で出しちゃったから許して、うん、許しましょう、うん、これは、うん、あ、 3人は被んないね、全然ね、被らない。危なかったけどね、もう100奇祭の時点で100奇祭危なかったね。まあいっぱいあるからね、うん、その回答のね、答えが、うん、いっぱいあるからね。ここで皆さんにお知らせです、はい、なんと被ってる人がいます。やばいかもしれん、やばいかもしれん、やばいかもしれん。君たち好きだね。それでは全員心当たりあるじゃんこれ。全員心当たりある。いやでもそこら、いや、まあひねくれでいくと100奇祭かなと。回答いきます、うん、はい、マグマライブしてんだな俺、うん、よし来い、ダーリンダンス。おいすごいね君たち、おい、お、すごいじゃん、え、全員お早いよ、まだ問題4ですよ、ね、これね、なんでだよ、ちょっと見てないのかよ。この辺なんか何これね。おかしいって、ラッキー問題のつもりなんだけど。見てね、全員が全員一緒。555来てるよ俺、うん、いやー100機体危なかったと思ったけどな。100機体危なそうと思ったんだけど、ヤシはもうなんかね全然出てこんくて、うん、他に、うん、もう名簿わかるよ、そう、キングも100機体もそうだし、あれだけど、ああああと思った、やっぱその自分のね、その投稿した動画とかをちょっと、あ、そうだね、投稿したもんね、思い浮かべて、まあ100機体もちょっとよぎったかなって感じだね、うん、危ない危ない、キングはちょっとメジャーどころだったんだけど、うん、いやもうさすがにグーフィーからキングは来ないだろうっていう、うん、素晴らしい、うん、そんな男じゃないよこいつは。確かにそれは思考一緒だわ、うん、グーフィーしたからちょっと外すかでしょ、ね、うん、素晴らしい。いやじゃあもう全然まだ、めっちゃいい勝負やんか、めっちゃいい勝負、ほんとにめっちゃいい勝負、はい、じゃあこいまだまだ問題ありますから、ね、これで実質0点。確かに、はい。それでは、問い5いってください。それでは5、はい、お願いします。はい、男歌い手を1人答えてくださいという問題です。ちょ、ある程度リスナーさんが知ってるであろう範囲でとつけてるけど、なるほど、男歌い手を1人、まあ我々もね、歴も結構長いんでね、もうほんと昔のなんか人を持ってくるパターンもあるんですけど、まあそれはリスナージャッジで知ってるか知ってないか、了解、あ、うん、この辺はまあ、うん、みんな選択肢いっぱいあると思うけど、意外と被りそうだなっていうことで、誰チョイスするんだろう。え、待って、なんいや、まあ
これも難しいですし、これは心理戦がかなり働く問題だ気がしますね。これはどうかな、NG ありそうだな。でもそうだ、 NG を意識するというか、たくさんいるからね、うん、なるほどね、うん、なんだったら前の問題より全然かぶんない。 OK、うん、OK OK 来たわこれ。 OK OK 来た。よし、どうすか。まあ OK だ、 OK です、 OK です、 OK です。今回は普通に外してきた俺。 OK OK、 3人とも帰ったようなので、はい、行きましょうか。3人とも回答をオープン。はい、ゴー。うん、お男スタンちゃんがスタンガン。だからね、自分の名前を書くっていうね、うん、ああ、うん、これ逃げられる、それいいね。やらないだろそんなこと。いや、仮に俺ちょっと考えたけどさ、うん、やらん。え、や、俺を書くの。やりそう。 ありえる、ありえるっちゃありえるか。この4人の中ちょっとありそうじゃない。いや、そんな男じゃないよシャキには、うん、多分。なるほど。じゃあでシルバーナがグルタミンさん、はい、マルグルちゃんがメイちゃん、全員んで終わるの面白い。本当だ。本当や、うん、まあこれは3人とももうこれみんな知ってるでしょ、大丈夫でしょ、うん、これはさすがに、うん、オッケー、知ってますよね、これは3人とも大丈夫です全然、うん、じゃあ私回答オープンします。はい、それでは、はい、回答オープン。シャケミ、お前。セーフ。ほら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 、セーフ。あぶな。ねえ、ちょ、こういうさ、なんかこの思考がちょっと寄ってる感じやめようや、ほんと、ね、うん、気持ち悪いわ、ほんとにギリギリ外したんで。気持ち悪いわ、ほんとに。これはね、誰か帰ってくるかなとちょっと思ったね。あ、いや、シャケミよ、でも怖い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 、それは。うん、okay。 誰か書こうかと思った。僕の中のもう NG 回答の候補は、うん、ここの4人しかなかった。うん、ああ、弾丸書くか、シルバーナ書くか、マルグリちゃん書くか。ああ、それとなんか狙い撃ちみたいな感じになって、ここ狙われたら嫌だなと思ってやめたっていう。で、結果自分っていう。結果自分。危ねえやん普通に。俺もね、スタンガンあたり引っかかるかなってちょっと。やめろよね。狙い撃ちじゃねえかよ。スタンガンあたりが一番叫び。そう。いや、迷ったの。自分か叫びか迷ったマジで。あ、やっぱそう。いや普通に普通に。うん。自分こういうベタなことやらんやろっていう。いや絶対そう、なんか、なっていう、うん、うん、俺はちょっと SP さんを期待してたんだけどね正直ね。いや書くか。書くか。結構な大体出てくるからね。やめとけって、うんうん、SP さん期待したんだけど違ったわ。 SP さんをもし NG 回答僕出したとしてリスナーさんがもし知らない連打だったら俺もう角立ちすぎて無理だからできなかった。そういうのがあるからなるね。はいはいはい、 OK って感じでした。じゃあ次行きましょう。はい、次行きましょう。はい、次6問ね。はい、6問。ブルン。まあまだまだ問題あるからね。お、来たね。あなたの思い出のゲーム機を一つ教えてください。教えてください。教えてくださいって言ってさ、普通にさ、これが自分の思い出のゲームでって言ってさ、NG だったらマジショックなんだよ。それはあなたの思い出のゲームじゃありません。ありません。NG だったらない。うわーってなるよ。ゲーム機だよね。ゲーム機だよ。あー、まあ、あの、そうだよ。ゲーム機。あ、ゲームタイトルじゃなくてゲームじゃなくて、機ない。うわ、ゲーム機。いや。いや、これは俺もう逆らえねえよ。そう聞かれた。待って、だってもうさ、回答としては5パターンくらいの中からしかない。カセットの CD じゃないですよ。いっぱいあるんじゃない？待って、全然。あ、そっかそっかそっか。これ、もうね、思い出じゃないとダメ？え、もちろん。うん。だって、ぶっちゃけた話さ、最近のハードはさ、思い出には入らんやろ。まあまあまあ、そうね。いや、っていうか、そんなんだ、例えば思い出のゲーム機1個しかないくてさ、NG ワードだったらどうすんの、これ。その時はもう残念。その時はもう残念ですね。思い出のゲーム機？え、思い出じゃない？いやでも絶対もどっちか、どっちかだわ。うん。思い出です。思い出か。青春を飾ったなみたいな。いやどっちかなんだよ。いやさ、いや三択。これ、まあ、割とこれは実は限られるかなと思って。これちょっとね、俺スタンちゃんかぶりが怖いな。そうだよ、君たちかぶりそうだよ。まず。書きましたか？書いた。うん、まあ。うん。待って、被らないようにいかないといけないでしょ。そう。まあ、でも、いや、絶対、うん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 、いや、大丈夫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 だ。うん、多分、ね、ここを、行こう。よし。3人とも、OK な。あ、OK です。よし、じゃあ、行きましょう。3人とも、回答を、オープン！ゴー！まあ、その辺ですよね。すごい、3人とも被ってない。あっぷねえ、あっぷねえ。スタンちゃんが6、4。うん。あ、ニンテンドー64だね。64、うん。ああ、で、マルグリちゃんがゲームボーイカラーです。うん。で、シルバーラがプレイステーション。まあ、まあ。うん。いや、携帯ゲーム機で来ると思ってた、2人。うん。携帯ゲーム機で、来ると思った。うん。で、俺は絶対もう、シャケミーの NG はゲームキューブだと思う。うん、なるほどね。うん、絶対そうだよ。うん、絶対そう。うん。
俺ねゲームボーイで被るかもしれないからと思ってアドバンスにしようかカラーにしようか。あーなるほど、ね、いやもう本当に心理戦だよねマジその辺っていう感じ。あちょごめんけどごめんけど、うん、まあ、言ったらプレイステーションってやったことないね。2なんだじゃん2とか。うん、なんかそのこれはまあちょっとごめんけど、うん、まあ思い出っていうよりはちょっとまあよ逃げに入ったかもしれないけど、うん、はいはい、うん、得点稼ぎでね、うんうん、まあ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 、うん、まあ、一応かぶんなかった全然、うん、プレイステーションかぶりがそもそもなかった、まあ、あとはもうおしゃけしない、うん、おしゃけしない。でもこう3人かぶらんのすげえな全然すごいね、うん、全然かぶんないね3人僕とはねみんな相性がいいんだけどね、うん、それは逆に僕とはこの趣旨にあったありてる無謀趣味ね、うん、それではオープンさせていただきますよ、はい、はい。シャキミの回答はこちら任天堂64ということです。お前ゲームだろうがいや違うんですって僕おめえおめえの話ほぼゲームキューブのゲームだろうがいやなんか思い出って言ったら僕ねゲームキューブをやる前のなんかねまだゲーム機をそんなにやってない頃の友達ん家でやってたポケモンスタジアムとかなんですすごいねもう思い出ですね。嘘じゃそんな話1ミリも聞いた聞いたことねえぞそれね。これ言ってなかったっけ。言ってねえよ言ってませんでしたっけ。いやさすがシャキンガンソウルメイトだね。ソウルメイトだね。ソウルメイト。あ違う 6点か、うん、そう6点うん6点口持ってた思い出言ってなかったか思い出をつけるんじゃねえよ隠し持った思い出さえももう筒抜けなんですね、うん、二度と思い出を語るなというねいや素晴らしい関係性ですねということで、はい、まあ、まだまだ問題はありますんで、はい、いいね、言うてねまだ3点差なんでね、はい、問題7いきましょう、はい、この辺から狭めていこうかなと狭めて思いました、はいはい、第7問問題はい7問、はい、どうぞ。スマッシュブラザーズスペシャルに登場するプレイアブルキャラの中でスーパーマリオのキャラを一体お答えください。まあまあ何人いる？これはですね、9体です。あ、9体いるでしょ ？9 体。まあスマブラはもう全員やってるので、共通点の問題としてちょっとチョイスさせていただいたけども。スーパーマリオね。いやどうしようどうしようかな。いやもう分からないんだよ彼の思考が。もういいよいいよあえてもう捨てるわじゃあ思考をね、うん、まああえてな思考捨てていこう、うん、どうしよう、うん、ちょっと思考一瞬止めてやるか。うん、いいかった。ありがとう。いやありがとうありがとうありがとう。まあなんか皆さんもね僕が回答をドンって言った時にまあもしも参加したければ全然答えてくれて大丈夫なのかね。うん、うん、これうんまあこれわしはこれよ。うん、私はこれよ、うん、3人大丈夫か。大丈夫です、はい、大丈夫よし行きますお三方回答、はい、オープン。はいどりゃ、うん、うわーかぶんないね君たち。これ君たちかぶんない、ね、これはもう持ちキャラなんでね、うん、おー俺はあの思考を捨ててみた、うん、あなるほど、ね、逆にねがっつり思考捨ててみた。いやでも、まあまあ、安全かもしれないよね、うん、ガッツリシルちゃんはもうがっつり使ってるもんな、うん、がっつり使ってるから、うん、でこれの友人回答パックフラワーだってもう狙い撃ちだってマシパックフラワーこれしか使えないんだから、うん、なるほど、うん、まあ、スタンちゃんがマリオ、うん、マルグちゃんがクッパ、うん、シルバーナがパックンフラワーということですね、うん、3人とも大丈夫です不正解ではないです、うん、あとは NG 回答が誰が被ってるかというお話でございます、うん、マリオでよかったな。いやマリオじゃダメだな。マリオじゃダメだマリオじゃ0点なんでね。じゃあそれではね、はい、シャキミの NG 回答オープン、パックンフラワーということで、これはシルバーナさんドボンですこれは出てるじゃないのこれだっていやらしいやつだな本当にね。そうこれは狙い撃ちしてるつもりはなかったんだけどな。いやらしいよこれはね。パックン、だってパックン可愛いじゃん。パックン可愛いから NG にしました。なんだかんだパックン可愛いぞ。なんだかんだいい勝負やね。逆に一番書かれなさそうかなと思ったんだけど、ね、うん、いやまあそう書かなそうだなって思ったからわしもね、言うて、ね、で、使ってるし、みたいな。そうか、ごっつんこしちゃったんだね、思考がね一周回って君とごっつんこするのはダメなんだって、今日だけは今日だけわかんのよ。ありがとう、シルバナね、うん、いやまあ、いいね、マルグリちゃんが勝ってるね。ね、うん、マルグリちゃんがクイズで勝ってる展開よ。いや、ふざけんなよ、ほんとふざけんじゃねえや、ありえねえだろ、そんなこと、ね、うるせえうるせえっつって、うん、俺はいつだって全力なんだよ。おじゃあ、第8問いくか。じゃあ、第8問いきましょう。はい、どう、お願いします。おいちょっとひねればいいかも。スマッシュブラザーズスペシャルに登場するプレイアブルキャラの中でゼルダの伝説のキャラを言ったよ。リサイクルすんな、リサイクル、ね、これはね
うわこれどうしよう。ちなみに全6体ですこちら。いやー狭まったね。狭まりました、どんどん狭まってきました、うん、常に6体。なんかねワンチャン、あれってゼルダのキャラだっけみたいな。あゼルダってことは、そっか、なるほど、 OK。 マルグリちゃんとかさもう絶対めちゃめちゃ詳しいけど、私意外とゼルダってやったことなくて、かろうじてあのさほら勝った時とかさ負けた時にさ後ろにさロゴ出るじゃんスマブラって、うん、ギリあれで判断、あここ同じキャラだぐらいの、ほんとそういうレベルだから、この3つの三角、うん、だからちょっと待って、間違うとね0点だもんね。間違うと0点ですね。うん、あそんな感じか。だからまあ NG 怖いけどちょっとアンパイ取ろうかな。いやまあちょ、まあ、いいとこつくわスマブラシリーズ、うん、はい、これ大丈夫かな、ね、うん、OK、うん、それではお三方、はい、回答をオープン。てれん、あマグマ大仏大失敗大失敗ふざけんなよおっと初じゃないかこれは。なんでよね大失敗いや逆にやってこないだろう。いやいやいや、もうだってこれとしか戦ってねえもん最近だってね、うん、これとしかほぼ戦ってねえもんだって俺スマブラやってる時。そうなのよ、うん、そうなの、そういやそうだったのか、うん、あースタンちゃん、マルグちゃん、カード出てしまいました。なんか最初はひねって回答しようって思うんだけど、ここまで来るとね、なんか一周回って一番近いところの方が安全なんじゃないかって。いやなんかもうね、気持ち悪くなってる今このゲームすんげえ気持ち悪いもん、マジで。いや普通にリンクだったな、俺使ってるもん。確かに作ってるキャラやるべきということでね、そしてですね、シャキミの NG 回答が残っていますので、はい、はい、私がオープンさせていただきます、うん、シャキミの NG 回答は、こちらです、うん、はい、ドン、ガノンドルフ。負けろ負けろバカ野郎出たもうさあでも、まあ、こうやって見るとさ絶対ガノンじゃんって今私思っちゃった。絶対ガノンじゃん、絶対ガノンじゃん、そんなダメだって。かわしたシルバーナだけかわした。あーしまった、まあ、でも確かにシルバーナ子供リンクかトゥーンリンクみたいなね書いてくるかなって。うんうん、まあまあそうやね、ダブキルって叫んねマジで、もうファッキューだよ、ちゃんがマイナス1点。ファッキューだよファッキュー、うん、今の点がシルが10点、マルグリが10点、サンが7点という、うん、珍しいね、サンちゃんが負けてる今回。うん、だいたいなんかシャケミリオとかさ、いや、ちげえんだって。だから逆に思考が似てるせいでこうなってんで、ふざけんねマジで。グリーンダー大丈夫ですか。あうろい逆にな、逆に腹立つわほんまに。相性がいいのが裏面、はい、うん、ちょっとあかんねまあでもみんな結構被ってるから僕との相性はいいんじゃないですか、ね、うん、これ。はい、さあ次が、次行きましょう、次第9問、問題9、はい、9問目、はい、さあどうぞ、はい、はい、現在 YouTube に投稿されているシルグリ車検眼およびクレノアのオリジナル曲を1曲お答えください。オリジナルね、オリジナルです、うん、カバーじゃない。これはゼルダ並みにちょっと範囲狭めえな。これ危な、これはですね、もうみんなも答え知ってると思うんで、5曲。危な、これはかぶるかな。待って、これは危ないけど。狭まってきましたよ。いいか、お前ら信じてるぞどれだそれ信じてるからな。どこだ、さあ来るか。でもこれし、どうだろうな、ちょっと。いや、何も言わないでよ、もうこれは難しいですね。だってすんごい狭いもんだって、まあ、これが一番安全、うん、これが一番安全、安全もういや違えんだよ、シャケミが安全かどうかとかそういうんじゃないんだよ。なんかね、このシャケミのとこを読まないといけないっていうのと、うん、ダメだもうまた気持ち悪いもんこれ、ね、ババ抜きみたいな、気持ち悪いこのゲーム嫌だオンラインババ抜きみたいな、嫌だ、気持ち悪いよ。オッケー、みんな書きましたか。うん、オッケー。さあそれではお三方回答をオープン、どうぞ。はい、ドロン、変換の問題。おおおおおおおいや、屈辱のウィンクルームは怖えないや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 そうそうよ、そうよ、よく資料選ばなかったそうだから、いや、まあ、なんかわかんないけど、結構俺はストレートに言ってんのよ今日は。あー、まあ、そう、なるほど、うん、シャケミはストレートに来るようなやつじゃないんだよ、うん、なるほど、うん、なんか、まあ、じゃあ上からとりあえずね、約束のウィンクルームスタン、そう、歌声はストレートやけどな、うん、ああ、なるほど、こういうのにはひねってくるんよ、うん、ひねってくると、うん、でシルバーナがアドベントクローバー、はい、まあ、やはり最初の曲だろうと、うんうん、はい、そう、じゃあ安全で、マルグちゃんがノイジーグローリーと、はい、うん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 、
まあ、皆さんね、うん、正解ですとりあえず。これノイジーの王を違います。いや、しゃーない、変換ないけど、まあまあ、いいでしょ、うん、これは全然目をつむりましょう。変換と時間の問題で探してたけど、はい、パッと出てこないんだよね。どうなんですよ、まあ、はい、それでは、はい、NG 回答をオープンしたいと思います。シャキミの NG 回答はこちらです。ドン、約束のウィンクルブということで。いやいやいや、フィルノアは約束のウィンクルブかなと思って。あストレートストレートストレート、僕がひねくれてるって。おう、ごめんごめんよ、僕がひねくれてるって言ったかい。ああもうほんとやだ、この自分でさ点が低い時にポイントを書き換えるこの感じすげえやだわ。すごい、もうダブルスコア。そんな悪口言うから僕のことをね。こういう時はねまっすぐ来ないんだよ。大丈夫か、これ問題何個あるっけ。問題はですね、実は13個あります。そう、最初言ってなかったね、13個あります。13個、なるほどね。だからあと 1,2,3,10,11,12,13 これ、うん、NG 踏まなきゃいいよな。うん、4つあるってことは全然まだ逆転できるってことよ。うるせえよ。次じゃあトンネルズの問題出てくるってこと、それね、その感じだったね。うん、そんなわけない。じゃあ行こうか、10ね。そんなわけないじゃん。いやでもじゃあ2択じゃんそれも。トンネルズの石橋か木梨、思い浮かべてるのはどっち。2択じゃねえ。もう2択なの。2択で、うん、じゃあいきますよ、第10問。第問10、はい、問10どうぞ。いやいや、来ました。プリンセスコネクトよりギルド リトルリリカルのメンバーを一人。三択じゃねえかよ結局ね。三択じゃねえかこれ。まあまあ、まあまあ、何を隠そう、この2月15日ですね、我々クルノアのアルバム発売日ではございますけども、はい、プリンセスコネクト3周年を迎え、素晴らしい。もうね、もうここにこの問題を入れてきたことがもう俺の中で素晴らしいね。うん、おめでとうございます。はい、ちょうど2月15日、ね、もうこれしかない。さっきのもう配信を見てたらもうこれしかない。配信を見てたら、うん、もうその前から答え決めてるけど、そんなことを言われましたもん。それしかないでしょ、スタンちゃん、それしかないよね。それしかない、うん、ね、そうだよね。そうだ、3択だからもうこれしかない。あ、それしかないよな。うん、3択ロースですね。これで3人被らないのもちょっとおもろいし、うん、これ被るのかったらおもろい、ね、うん、でも絶対にその点が入るか入らないかのはもう決まってるから、絶対誰か NG 被る。うんうんうん、NG 被るか誰かとその被る、うん、間違いなく、0点かマイナス1点が確実に出る、はい、3択です。いいか、リトルリリカルって言ったら、あいつだよ、結託なしだった、ごめんなさい。そうだ、結託なしだからな。しかも結託したら意味ねえし、ね、うん、ねえから、うん、しかも結託してて裏切ってくる可能性があるからさ、うん、OK だよ、もう、うん、OK ですか、はい、さあそれでは3人とも答えをオープン、はい、めちゃめちゃ途切れてる。行かないだろうね。もうこの流れで行くわけないだろ、強化に。さっきのこの流れからね。あ、うん、あ、また確かに強化、うん、いや、いったー、さんちゃんがみそぎね、みそぎはガチということで。そうで、さっきのも配信見てたらもうみそぎはガチで、本当にみそぎはガチ。ああ、マルグちゃんとシルバーナが耳ということで被ってしまいましたね、うん、あ頭、はい、で、じゃあチャキミの NG 回答、うん、オープンしたいと思います。チャキミの NG 回答はこちらです、はい、強化。おーい、ずっとストレートに来てる僕。あぶねー、まあこの場合ストレートってわかんないけどな。いや、リトルリリカルといえばでしょ、もうね、うんうん、もう俺ストレートに行きすぎてこんなに下がってんだったらダメでしょ、だってもうね、うん、5億円の子ですよ、うん、5億円の子でも、まあ、ネネカ超えちゃったからな、でも5億だよな、確かに10億円の女だからネネカ、そんなに課金者がいいんだ、すげえ。はい、というわけで来てる、ま、2点入って、まだ追いつける、まだいける、まだいける、まだいける、2人はあれでしょ、何も点変動なしだから、変動なし、そう、あ、ある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 、全然ある、まだ、うん、全然あるよ、まあ、マイナスじゃないだけマシか。ないよないよないよ、ない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 。じゃあ問い11、これだ、はい、ください、どどん、夏、僕はね、こすっていきますよ。スマッシュブラザーズスペシャルに登場するプレイヤブルキャラの中で星のカービィのキャラを言ったよ、リサイクルやん、リサイクル半端ねえな、この辺問題出しやすいんだって、もう確かにね、俺好きだな。何体いるの。ちなみに3体です。うわまたこれ3択、ちなみに3体でございます。もうね、さっきと同じ 3択です、ね、俺はもうこれは分かってる、もう君はね、今日はもうストレートだよ多分、うん、来い、いや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 、違うって、違う、うん、違う、ストレートじゃない、スーじゃない、ストレートじゃない、いや、シャキミはストレートで絶対、うん、それでは、あ、書いた、はい、書いた、3人書いたね、オッケー、それではお三方、うん、
はい、回答をオープン。ドドン。はい。うん、おお。おお。すっげえ。おお。なんで、ね、俺らある意味相性悪いよ多分。相性悪いよ。確かに。仲良くしよう。そこ3人すごい。ちゃんと分かれるのすごいな。うん。うん、でもちゃんと考えた結果で、ね、分かれてるってことで。そう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 。その辺はやっぱ逆にシンパシーがあってね。うん、合ってるね。さんちゃんがデデデ。はい。で丸ぐちゃんがメタナイト、シロバナがカービィということで。うん、もうカービィでしょ。さすがにね。うん。でも三択なわけよ、うん、しょうがないんだよ。でもみんなでその分けさせるにはこうやってばらけないといけないその NG の怖さっていうかある中で、カービィは鬼よもう、うん、俺かぶった。そんな鬼じゃない、おっしゃけは、うんうん、そうか、誰かが絶対に確実にかぶります、うん、いや面白いですね。じゃあ NG 回答いきます。はい、来るな。 NG 回答はこちらです。はい、はい、デデ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 もうね、もうね最高さじゃん。嫌いになりそうね。あのなんだろう、ここはストレートだろうってとこと、うん、ここは変化球来るだろうっていう考えが全部一緒。本当にこれあの麻雀で沼にはまってる時のあれ、うん、終わったじゃんこれもうね。いや本当にこれ僕あれだからね、マジで事前に全部もうあれだからね、うん、考えてるの打ってるだけだから、うん、書いてないから、番組のためとか書いてないですから、ね、終わったやんこれね。いやこれは素晴らしいね。仲良すぎるがゆえに勝てないのかという、まあまだ問題あるんで、うん、やっていきましょう。まあ、これできますこれ。まあこれはそれはあの進み方次第ですね。あ、まあとりあえずまだ問題はあるんで。問題12お願いします。問題12。うん、テレンテレン。お、来ましたね。ファンの総称が夜行性と呼ばれる名前に夜を連想させる単語が入る3アーティストのうち1つをお答えください。うんうん、クイズっぽくなりましたね。うん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 。誰がいるのこれは。はい、教えません、クイズなんで、うん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 、あークイズなこれ。いやクイズなんで、いやわかんねえ。いやわかるわかるって、うん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 、働かせてみようぜ、うんうんうん、これは知ってる、うん、え浮かぶのこれしかないよ、うんうん、これも3択ですね。もう3アーティストって言っちゃってるんで、これ、まあ、これはみんな知ってるあのアーティストである。あ、じゃあ俺多分みんなが知る、えみんなこれ知ってんの。知ってるんじゃない。まあこの夜行性と呼ばれるサービスが誰なのかっていうのをパッと知らない人はいるかもしれないけど、うん、まあでもちょっと巡らせれば、まあ、この人たちかなってなると、うん、とりあえずこれ打っとけ間違いないだろ。なんか1年前くらいから呼ばれるようになったのかなこれ確か。オッケー、書きましたか。書きました。はい、それではお三方回答をオープン。リリン、うん、あーあいったー、危な危な危な。でもやっぱこうだね、これ系で合ってるよね、うん、ちょっと不安だった正直ね、危な、うん、3アーティストって言われてなかったら分からなかった俺ね、うん、その辺はそうかもしれない、うん、まあサンちゃんがヨルシカ、うん、マルグリちゃんがずっと迷うなこといいのに、シルバンナがヨルシカということで、うん、あでも3人とも正解です。あよし、うん、サンちゃんとシルバン被ったんで、うん、ゼロ番なしね。誰もね一番トップは開かなかったね、うん、今のねもう有名一番話題なのね。というわけで NG 回答発表します。はい、NG 回答はこちらです。ドン、ヨーソリ、ストレートなんですよ。ヨーソリ、ストレートなんだ。したマイナス危ねえ危ねえ、素晴らしい。あれというわけでずっと真夜中でいいのにとヨルシカとヨアソビでした。うんうんうん、どうですか。お、今の得点が、シルバーナ14点、アルグリちゃん16点、うん、サンが7点。いやマジでこんなことあるね。ダブルスコアということで、うん。なんとね、ここで悲しいお知らせなんですけども、はい、次で最後の問題となってしまいました。どうしますか、どうしますか、えどうしますか。僕はもうこのまま言ってもらって構いませんけど。そうだよな、君は勝った。いやいや待って、なんか前さ、なになになに、前あったよね、大喜利大会みたいなさ、なんかそういうさ、うん、うん、うん、なやっちゃう。いや前俺がさ結構もう勝ち確定してるところでやったよねそれ、うん、まあ確かにそうだわ、最終問題、うん、何点みたいな、寄りましたよね、うん、やりましたよ、寄りましたよね。じゃあ、うん、あのまあ、ルールは変えないんだけど、うん、もう正解して、まあ、僕と被んなかったら、うん、なんと100点差し上げましょう。100点問題きた。今までの時間が全て吹き飛ぶやつね。あ、いいですよいいですよ。まあ最終問題なんで、出た、うん、まあでも正解してかつ僕と被んか、うん、被んないといけない、被んなきゃ100点もらえないですからね。はい、いいですか。はい、ラスト問題、最終問題です。はい、問題13、うん、どうぞ。はい、どん、最終問題です。はい、読みます。2020年、はい、ノーベル化学賞を受賞した遺伝子を改変するハサミを開発し、
癌の新たな治療に貢献したほか、遺伝子疾患の治療の可能性を見出した女性研究者を一人お答えください。はい、100点問題です。いやいや問題です。いや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 。お答えください。ぶっこんできたなこの野郎マジで、ね。お答えください。知らん。お答えください。じゃ待って待って待って。知らん。え、待って待って、あ、でもさ、え、あ、まあ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 いいよ。あ、まあ待って待って待って。うん。当てたら100点ですかね。当てたら100点。ちなみに言っていい？うん。2択です。知らねえよそんな。2020年ノーベル化学賞を受賞した遺伝子を改変するハサミを開発し、がんの新たな治療に貢献したほか、遺伝子疾患の治療の可能性を見出した女性研究者を一人お答えください。お答えください。知らん。二択です。二択だから難しいよなと思って。二択だから難しいとかじゃないのは。え？何択ってこれ難しいなこれ。そっか。二人です。二択だから難しい。何それ。うん。はあ。うん。おお。さ。え？なんで？な。え？大喜利？書きましたか？大喜利？大喜利？大喜利か？ちょ、まあ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 。じゃあどうかな？お答えください。いいっすか？上から行くこれ。あのちゃん、スタンちゃんから行く。じゃあスタンちゃんから行こう。うん。じゃあ俺から？うん。しょうがねえな、行くよ。うん。エマニュエルシャル。エマニュエルシャルパンティ。うん。うん。おお。なるほど。さてが今ネイルシャルパンティ、うん、じゃあこれ何これ誰これよいしょ取った人でしょ、うん、めちゃめちゃ狙いに来てる、うん、じゃあちょっとシルちゃんとマルグちゃん同時回答で同時回答お願いしますマジ、うん、同時に見ようはいというわけで、はいシルバーのマルグリじゃあ同時に、はい、オープンはいはいあーエマニュエルシャルパンティエマニュエルシャルパンティ参加ぶりですあーあ100点ならずあ100点ならず残念でしたくそちなみにじゃあ NG 回答オープンします NG 回答ジェニファー・ダウドナですあえというわけで、はい、優勝はマルグリちゃんでーす、はい、イエーイえはいですね今一番パニクってる人手を挙げてくださいえはいえ今一番パニクってる人はいえ誰誰え私マルグちゃんあんたじゃないでしょパニクってるの俺もパニクってる正直、うん、僕は全然パニクってないですしろじろはパニクってないですうん、うん、俺マルグちゃんパニクってるのうんえいやうんもうちょっとエマニュエルシャルパンティでしょうんエマニュエルシャルパンティです、うん、知ってる知ってるうん、はいというわけでですね、うん、僕の中では一番パニックってのは多分サンガンだと思う、うん、あれ、うん、というわけでてってれー最初から説明したいと思いますはい初めから僕はね説明したいと思いますはいはいなんとですね、ドッキリを仕掛けましたドッキリを仕掛けたんですはい何をと思うかもしれないでしょう今からゆっくりちょっと説明させてほしいんですけど、はい、リスナーのみんながどっかで気づくかなっていうのも実はこのゲームに含まれてたんですよ僕の中ではいはいはい、はい、まあ説明しましょうまずですねシルちゃんとマルグリちゃんに僕が連絡をしました、はい、おとといはい、うん、連絡が来ましたはい連絡をしました、はい、あの次のメモクロでスタンちゃんにドッキリを仕掛けたいと思いますうんと、うん、でシルバーナとマルグリちゃんはどんどん正解してもろて、うん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 、もう問題と答えを事前にお教えしますのではいはいうん、正解してもろてずっとねずっと正解してもろてでそしたらスタンガンと点差がつくと思うんですよはいでなった時に最終問題こんなん誰もわからんやろって問題を出してそれすらもシルバーナマルグリが正解して、うん、超大量得点で優勝スタンガンがおいこれドッキリだろうって最終問題までに言えた場合スタンちゃんの勝利というような企画を考えてるんだよね、はい、っていう話をそっくりそのまんま実はスタンガンにもしました、はい、もうねスタンちゃんにはですね、うんシルバーナとマルグリがドッキリを仕掛けてくるから逆ドッキリを仕返してやろうと本当にマジでね話をしました途中までのこの俺のこのマジうまくこう、うん、負けていく感じ演出してたのにふざっくえ
そうなんです、あのスタンガン、あのシルバーとマルグリがどんどん正解を、まあ、していくので、スタンガンは適度に僕と回答かぶってください。マジで、はい、本当にマジで本当にマジで、ね、で最終問題まで行ったら僕が点数を跳ね上げるので、うん、はい、うん、そしたら、うん、シルバーとマルグリはもうダミーの問題を教えてあると、うん、でスタンガンに教えているのが本命の問題、この2020年ノーベル賞の問題なので、最後にスタンちゃんだけが「おっこの問題おエマニュエル・シャルパンティ」って答えて、うん、大逆転優勝してシルバーマルグリに「あの逆ドッキリてってれ」ってやろうと思ってんだよねっていうのスタンちゃんには伝えました。マジさ、そしてその話をまるっとシルバーとマルグリにしました。そうマジさ、スタンちゃんは逆ドッキリを仕掛けてくるから、うん、っていうのをまた後日改めてマルグリシルバーナに伝えてもらってるんです。あ、そうです、本当にね。でもちょっともうね、ありましたね。でシルバーナマルグリにデマの問題じゃなくてちゃんと本命の問題を伝えたので、うん、スタンちゃんは一人でエマニュエルシャルパンティで100点で勝ったって思ってるところに、なんとですね、マルグリとシルバーナもエマニュエルシャルパンティを知ってると。もうマジクソだ、もうクソ本当にもう。もう見た瞬間さ、俺あのやっべやらかしたって思ってさ、 NG のさ問題見直してさ、え違うね、やっぱダミー問題って書いてあるよねみたいな、どうしようどうしようどうしようってさ、やべえ企画ぶっ壊した俺っつってすげえ吐きそうだったんだけどマジで。いやいや、やっちまったみたいな。うわ、企画ぶっ壊した、吐きそうってなってたもんだって今。ね、違う違う違う、バッチリしたんちゃう。ふざけんなよマジで。スタンちゃんはバッチリとやっていただきましたね。もうこんなん誰もしないので3人ともね、あのエマニュエルシャルパンティって並んで、うん、見た、もう後半の後半の口数の少なさね。もうな、なんならスタンちゃんエマニュエルシャルバンティって書いてるわけで、うん、間違ってるのよこれ ね、うん、ね、間違ってんすよスタンちゃんこれ、うん、言うなってそういうことね、うんうん、そうそうそう、だってだってさ、文字がちっちゃいんだもんだってね。だし、あのリスナーさんの画面から見たらどっちも変わらないから言わないでそういうこと。リスナーの画面実はシャルバンティになってるね、やめて言わないでよ。もう本当にボロ負けじゃねえかよね。っていうことで、まあ、まとめると、シルバーナ丸ぐりからのドッキリをスタンちゃんが逆ドッキリで返して、それをさらにシルバーナと丸ぐりがドッキリで返すっていう企画でした。もう気持ち悪いわ。まあなんでスタンちゃんかっていうと、まあ、被った時に、まあ、車検ガンは結構被ってもそんな違和感がないし、あと今日の反省会がスタンちゃんなのでちょうどいいかなって思いました。はい、はい、ドッキリミルフィーユ、まあ、そんなスタンちゃん、スタンちゃんドッキリを仕掛けるって言って最初にスタンちゃんじゃないわけないでしょ。本当にもううぜえわマジでね。う最初はスタンちゃんよ、うざしだわほんまにもう。じゃ早く終わろうぜマジでね。、はい、あというわけでね、はい、本当にもう、まあ一応コーナーを締めましょうね。はい、一応スタンちゃんさ、ダミー問題でエマニュエルのさ話は知ってたんだね。いや知ってたよ。ダミー問題も知ってます、うん、ダミー問題のさ入れ替わってただけなんだね。俺さエマニュエルを答えられないと思ってたからさ。あーそうだね、 俺もドッキリして仕掛けられちゃったかと思った。もうぐちゃぐちゃじゃねえかよ。だってな、最後にだってね、誰が一番混乱してますか、いや俺とか言ってさ、意味がわからなかったもん。だってその言葉でさらに混乱しちゃったよ俺ね。なんでマルグリちゃんドキドキしてんだろう。俺もドキドキしちゃった。ドキドキしちゃった。もう閉めてください。まあはい、じゃあしましょう。以上かぶっちゃダメよゲームでした。はい、まあというわけなんで、もう最初から全員問題と答え知ってたっていう。そうなんですね、はい、本当にこんななんかさ、もう、うん、なんていうの、なんかうまくできですみたいなこのクイズのやり方って、うん、本当に皆さん企画でございます。本当に素晴らしい演技力だわ。いやこの生放送でこのちょっと複雑なドッキリを決めるっていうのをちょっと試したくて、ああ、うん、誰も気づいてなかった。正直胸くそ悪いけど面白かったわ、うん。よかった。まあ、誰かコメントの中でこれってさすがにドッキリなんじゃないですかとか言われたらちょっとあれだったね、うん、なかったんで。なんか気づいてた人います、コメントの中で。我々の勝ちです。これえ、これなんかさすがにちょっと違和感なかった、やっぱ。まあ、ほら、まあ、まあ、こう結果論で聞くとまあね、ガノンが、そう、うん、ガノンが被った、うん、全然でも気づいてないみたいな。いやこれはね、我々4人の勝利ですから、ね、いやーまあ本当にこれ我々4人の勝利です。なんかあの勝った気は全くせんけど、うん。うまいこと誰もミスらずに、いやよかった、数字書き通り言ってくれてるんで。いやー、まあ、気持ち悪いわ。クレノアでドッキリ企画っていうのをやったことがなかった、はい、もう今僕の方で勝手に今一つ NG ワード設定しました。やらせって NG ワードなんですけど。ダメですよ皆さん、言ったらあのマイナスですからね。違いますよ、企画ですから。いやすごい、でも本当にオファン、はい、というわけで、はい、来週は
お便り、はい、お便りコーナー、お便りがあります。はい、よろしくお願いいたします。はい、これアーカイブとか見返してもみんな面白いかもしれない。いや、そうだね、これちょっと見てください、見てみてください。もう俺は絶対最後勝つ気でいたから、もうぐちゃぐちゃにやってたのに、本当に真相知った上で、あ、こいつらみんな最初から知った上で、わっ、絶対俺らしいことやってよみたいな。はい、そんなわけでして、はい、この後、はい、ちょっと10分くらいやります。よろしくお願いいたします。はい、あの、お許しください、明日朝早いんです、すみません。あ、はい、あ、そうだね、うん、なので、はい、いつも通りに行きましょう。はい、はい、じゃあ、せーの、おっ、スクロー